おお来てる。あちょっと待って先は行き止まりだったよ。のんきやなお前。おいおっそすー。霧雨が降る森続き行きます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ引き続きでございます。今から佐久間ちゃんを探しつつこの場所から出ないとっていうことなんですけど、こっちからは出れへん感じやから、あの奥から出んのかな。っていうかもう佐久間ちゃんがいよいよ怪しい感じなんやけどな。降りる。ここもう一回降りて、奥になんか光が見えたよね確か。お、行ける？佐久間ちゃん探してないけど出れたぞ。どうも。あ、あ、佐久間ちゃん。あ、大丈夫？しっかりして。ああ。お、お姉さん。よかった。探したんだよ。ごめんお姉さん。佐久間ちゃん。私、どうしても我慢できなかった。あ、森の怖さを知らないで資料館を潰そうとする役人も、怖さを知ってるくせにお姉さんのせいにする村も、みんなみんな思い知ればいいって思ったの。そっか、やっぱりそうだったんだね。佐久間ちゃんは私や資料館のために小鳥お化けにさらわれたふりをしてくれた。あ、やっぱそれはそうなんや。お姉さん分かってたのに森に探しに来たの？そりゃ放っておけないもん。でもなんで倒れたん？私こんなことやっちゃダメだった。あ、ねえ、なんで来ちゃったの？おや？お姉さん。どうしたの佐久間ちゃん。私、会っちゃったんだ。会ったってまさか、小さいお化け？違うよ。私、小鳥お化けに会っちゃったんだよ。お姉さん、早くこっから逃げよう。小鳥お化けは？お姉さんを呼んでる。あら、あら、あ、見つけた。よかった、でも佐久間ちゃん自身が小鳥お化けじゃなくてよかった。約束よ、あの子の代わりにしおりの命をちょうだいな。俺の名前ちゃんと知ってる。あ、すべて砕けてしまった。あら、ピンチ、逃げよう早く。セーブ入った。おお来てる。あ、ちょっと待って先は行き止まりだったよ。のんきやなお前。おい、約束、約束よ愛しい私の子供。やり直しですか？あ、やり直しですね。のんきに行き止まりとか言うてるから。あー、はっ、避けれへんな。全然避けれへんかったな。はーい、こっち行けへん、こっちや。あん、逃がさない。お姉さんまっすぐ走って、まっすぐ言ったぞ、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ、おいー、ん、逃がさない。まだ追いかけてくるよ。はい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 。あれ、前からは、あ、ちょっとそんな、次は、あぎない。あー、もうしつこい。はい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 早いですよ。緩急、
緩急やめてください。ああ分かれ道だ、どうしよう。んんお姉さん、こっちの道に行こう。大丈夫？あ、あれセーブ入った、うん、こっちにしとこう。うん、あれ逆に行けたんかな。はあはあ、もう追ってきてない。さあ、でも声はしなくなったよ。多分この夜光石の大岩があったから。ああ、さすがにこれは砕けなかった。じゃあもしかしてここにいれば安全？でもこれはほとんど光ってないから多分もうダメだけど、これだけ大きい石だから警戒してるんだと思う。気づかれたらきっとここまでやってくる。どうしましょう。ん？佐久間ちゃん大丈夫？大丈夫、ちょっと足が疲れただけ。それよりお姉さんは自分の心配をしてよ。はい、お姉さんは小鳥お化けに狙われているんだよ。そうですね、お姉さんは小鳥お化けと約束したんだよ。どこでしたっけ、そんな。お姉さんは小鳥お化けに命をあげるって約束をした。どこで？私そんな約束した覚えないです。だけど小鳥お化けはずっとそう言ってる。うん、あの子の代わりにしおりの命をちょうだいな。よう覚えてんな、ちゃんと。それが約束、分けた代償。そこまで言ってたっけ。うん、ごめん、私のせいだ。私が勝手なことしなかったらお姉さんがこの森に来ることはなかったのに。ああ、そうやな。うん、それは違うよって一応言っておこう。私が佐久間ちゃんの気持ちや菅さんの精神を無視したから、全部私のせいだよ。だから佐久間ちゃんは私に謝らなくていい。でもとりあえず二人生きて無事に帰れたらそれで十分だよ。反省は帰ってからにしよう。多分望月巡査にこってり絞られるから。ゲー、さあ早く帰って二人で怒られようか。その時は一緒にみんなに謝ろう。大丈夫ですか？それでいいんですか？お姉さんずるい、言われてますよ。でも分かった、理解してもらいました。あえて森の奥の方に。無理よね、すぐに帰れんのかな。また出てきたりせえへん。お、なに、やめて、雷音やめて。随分近くに落ちたね。あ、どうした？もう驚かせないでよ。お、ほんと心臓に悪いことばっかりだね。お姉さん笑ってないで行こう。なんや急にジタバタ。あ、橋が落ちてる。嘘、そんな近いとこ落ちた？さっきの雷。この橋で資料館まで戻れるはずだったのに。どうしよう、こうなったらさっきの分かれ道のもう片方に行ってみるしかない。マジ気が進まないけど戻ろう。橋が落ちてんのがよく見えないんですけど。そうなんですね。あれ、佐久間ちゃん、ごめんお姉さん、ちょっと声がひどくて。声？ん？何この声、どういうこと？ん？なんや、どうした？ここから声がする。小鳥お化けともお化けの子供たちとも違う声。え？どういうこと？お姉さんには聞こえないんだね。せやね。じゃあやっぱりこの声は小鳥お化け連中じゃない。違う霊の声ってこと？本当は声なんてしても関わらない方がいいんだけど、なんだか邪悪な感じもしない。うん。しかもこの声は助けたいって言ってるみたい。俺らを？もしお姉さんが助かるならいいなって思って。そうですね、うーん、私には聞こえないけど、でも佐久間ちゃんが言うならちょっと掘り起こしてみようか。え？どこ？どこ掘ったん？
ぬかるんだ土の中、乳白色の小さなかけら。何？お姉さんそれで合ってる？ん？どういうこと？佐久間ちゃん、このかけらは何か言ってるの？お姉さん、そのかけら、お母さんを助けたいって言ってる。ん？もしかしてこの森で追いかけてくる子供の骨？でもそのかけら、自分たちが消えてもいいからって。お、お、お、何？佐久間ちゃん、どうした？違う、声がする。え、何を？逃げてお姉さん。あとー、え、あれ、騙されたの？佐久間ちゃん、うー、佐久間ちゃんを話して。何してんの？蛇？びくともしない。待ってて、佐久間ちゃんを今話してあげる。あ、お姉さん先に逃げて。お、逃げよう逃げよう。そんなことできない、ダメ、お姉さんが捕まっちゃう。私のことはいいよ、お姉さん自分ばっかり犠牲にしないで。いやでもお前の方が年下やからさ、お姉さんやからさ。あ、お姉さんは謝らせてもくれないし守らせてもくれない。だったら私だって自分を犠牲に死んでもいいでしょ。そんなこと言うなよ、お願い、もう言ってよ。どうしたの？荒れてる思春期。思春期は扱いが大変。あ、分かったって言っちゃった。村の大人たちを連れて戻ってくるからね。佐久間ちゃん、おーい、気絶、苦しいんだ。一人じゃこの蛇をどうにもできない。早く人を呼ばなきゃ。謎の蛇が佐久間の体に巻きついていて解くことができない。あら、ダメだよ、佐久間ちゃんが死んでもいいなんて言っちゃう。私が何とかしなきゃ、全部私のせいなんだから。んー、じゃあ早い行こう。一人ごといいから早い行こう。私が責任を取らなきゃ。待ってて佐久間ちゃん、すぐに戻ってくるからね。し、ゆっくり歩いていこうか。雨降ってるからな、大変や。あ、見つけた。まだセーブくんの？佐久間ちゃんのところに戻ったら佐久間ちゃんも危ない。向こう側へ。ささ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 、あれ、うわ、ささささおったわ。はよおいで。おー、なんか石ころあるけど関係ないのか。逃がさない、逃がさない、逃がさない、逃がさない。あー、光、気持ち悪い、憎い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 。どうした？そこから入ってこれない。今のうちに行かないと。夜光石のパワーだね。今戻れない。ゆっくり行こう。あ、洞窟の入り口、人工的に作られたかのようだ。どこに繋がってんや。何ここ？牢屋の洞窟にも似てるけど妙にひんやりしてる。はあ、さささささささ、あ、結構広め。はしご、縄で固定された木製のはしご。上がれねえな。こっちか。ん？資料館の地下につながってるとか。あ、光、何の光？どこや？ん？は、上から光が漏れてきてる。天井に丸い穴があるな。もしかして井戸？運が良ければ人がいるかも。あ、資料館のあの、なんか井戸なかったっけ？お願い、誰か、誰かいたら助けてください。須賀くんじゃん。須賀くんが、あれ違う、雨の音する。ん？あれ、望月さん、川が増水しているせいで救助隊は遅れているし、ここまで来るのもかなり時間を食ってしまった。
佐久間のことだ。なんだかんだ資料館にいると助かるんだが。しかし電話が、電話も繋がらないとはどうなっているんだ。あ、望月さん動かせる。お疲れした。いける。あ？あれ？帰ってきた。なんてことだ。森への橋が崩れている。これじゃ森に入れないし簡単には戻ってこれないぞ。いけない。まさかの望月パート。なんか持ってる？持ってない。入れますか？俺だ、望月だ。菅くん、しおりくん、佐久間はいないか？おーい、誰もいないのか。村に戻ってもう一度、村の人たちに協力を頼む。行けよ。俺だ、望月だ、菅くん、しおりくん、同じこと言ってる。おーい、まさかみんな森の前探しに行ったのか。でも森行けないから。パトカー。何？はい、こちら望月です。資料館への橋が決壊した。いや、今見たやろ自分で。はいはい、こちらの状況は、まあ、いったな。戻ることもできん。あ、そっちにも橋あったの？じっと待っていてもどうしようもない。資料館に入って誰かいないか探そう。こっちになんかキーがあるとかじゃなかったっけ。あ、回れないの？無理なのか。は、入れんのかい。おい、誰もいないか。真っ暗だ。人の気配を感じないな。停電してるのか。だから電話も切れたのか。鍵は開いとったやんな。せっかくやからうろうろするか。カンカン。菅くんはいないか。何か書き置きくらい残してくれているとはありがたいんだが。お、これは。いや、なんかメモっぽいのあるけど、それじゃないの。ん？電話の電源は点灯している。停電しているんじゃないのか。どういうことだ。この資料館の電話がついたところでな、肝心の佐久間安賀君たちに連絡はつけなきゃ意味がない。あ、そうやね。菅君にしては不用心。入るぞ。いないな。個室を家探しするのは申し訳ないが、書き置きがないかだけでも調べるか。でも地下のところやと思うんやけどな。この辺はなんかいっぱいよく使うやつ。お母さんはどこ、君はどこの子。あらかじめ迷子対策のメモを書いているのか。須賀くんは不愛想に見れて優しいところがある。今そんな感じの感情でいいの？お、メモの中から数字とカタカナが表になった紙か。なんだこれは。1と1で、あ、1と2でいい。ポケベルの発想のやつ。あ、ポケベルのやり方。あってた。確かしおりくんと菅くんはポケベルを持っていたはず。山に電波が届くかわからんが、近くにいるならもしかすると。やってみるか。絵本の書き方の指南書。これでじゃあ電話使って。とはいえうまく送れるだろうか。若い子はよくこんなものを暗記できるな。俺もおっさんになったな。とにかく試してみよう。何年の世界観なんやろうな。今どこって。お、届いたっぽい。ポケベルがどこに。芋。どこに芋。餅つき。どこに芋。どこにいる、望月。これ多分望月巡査からのメッセージ。まあわかるよね。メッセージが届くってことはこの井戸きっと資料館のなんだ。そうなる。いくら近いからって助けを呼ぼう。大きな声を出せば可能性がある。でも井戸からの声、この雨で気づいてもらえるかな。剥がしている、餅つき。探しているね。下手くさやな、打つの。だったらこのポケベルを。
ん？なんや。あら。聞こえる？外に届いた。雨降ってんですぞ。やっぱりバスケ部やっていて本当によかった。そういうもんか。あとは大きな声で助けを呼ぼう。もっと大事なメッセージ来てたらどうすんの。また間違えた。難しいな。ちゃんと遅れているのか。聞こえんのかい。今何か音が聞こえたぞ。これはまさかポケベルか。でも外から聞こえるような。外に行けってか。音は外からした気がしたが、正面口側というよりも裏手から、非常口から裏庭につながっていたよな。初めて非常口行けるんじゃない。ここの井戸じゃなかったね。てっきり俺ここの井戸かと思ったけど、床下収納か。入れたりせえへんもんな。で、どっ、あれ、こっから出れるんじゃないのか。ん、非常口は1階からは出れへんのか。1階からは非常口に行けへんとか、そんなことある。それはそれで避難経路とかをちゃんと確保できてない資料館ってことになっちゃうよ。あれ2階からしか行けへんの。非常口あったよね、なんかここ。非常階段、鍵がかかっているようだ。ああ、そうか、鍵は事務室。めんどくさ。うん、事務室はさっきの電話のとこよね。何回ノックすんねんこいつ。ここ非常時だ。借りるぞ菅君。誰もいい日の分かってんのにわざわざノックするやつ。ノックが帰ってきたらどうすんねん。一番ホラーやんけ。望月、外に出ます。んー、なぜか2階から出れる。んー、ここに繋がってんやね。これはしおりくんのポケベル。どうしてこんな場所に。誰かいませんか。誰かいたら返事して。おいおい、なんだ。おい、誰だ、そこにいるのか。その声、望月巡査ですね。私です、神崎です。井戸の中にいるんです。井戸の中ってなんでまたそんなところに。森からここに通じてて。んなことより、んな、早く助けろ。佐久間ちゃん見つけたんです。でも変な蛇に捕まって。蛇だと、か、噛まれたのか。いや違うんです、もういいから早く早く引き上げてください。とにかく救助の要請を出さないと。しかしさっきの無線の様子だといつ人が来られるかわからんな。一体俺はどうしたら。警察官として。このままじゃ佐久間ちゃんが、佐久間ちゃんが危ないんです。横に縄があるな。このままじゃ間に合わないのか。だがここで救助を待つのが組織の人間としては正しいのかもしれない。いや、むしろ絶対に正しいだろう。うん、そうかな。でも俺はこんなことを続けていいのかな。はよせ、はよせ。あれ、わかった、少し待つんだ。縄ありますね。ロープ、よし、今行くぞ。まあ、ロープがちゃんと引っ掛けて、うるさ、ちゃんと引っ掛けてることができるなら問題ないと思うんですけど。それはこっちのセリフだ。ん？すいません、スカもそうだが、君や菅君もいない。君たちのことだからきっと探しに行ったと思ったが、すまない。俺は君たちに助けられてばかり。全く俺は君に比べると本当に情けないよ。今そんな話いいから、望月巡査、はいしょ。俺は君たちに説教できるような人間じゃない。この行動だって始末書ものだ。そうかな。早く出なくちゃいけない。全員森にいるのか。はい、でも菅さんはどこにいるのかわからないです。私も勝手に森に入ってしまったので。それで佐久間はどこにいる。蛇に捕まったってどういうことだ。
とりあえず奥にいるんです。説明は後でするから、もうとりあえず来てください。早く行かないと佐久間ちゃん危ないんです。ついてきた。外にはあれ、ロープは、望月ロープどうしたよ。戻れへんとかやめてや。それは始末書もんやで、さすがに。あ、そういえばこっちのはしごはこれどこに、未だに行けへんのか。一旦戻るんだね。じゃあここは一体どういった場所なんだ。知りません。でもここが資料館につながっていて本当に良かったです。うん、よかった。小鳥お化けはもういない。ほんまに小鳥お化けだと。この森で一体何が起こってるんだね。なんやろね。行くで。もしかしたら小鳥お化け出てくるで。こっち行く。こっちじゃ多分いるで。紹介しようか。あ、こっちじゃない。また今度紹介するわ。で、あ、いましたよ。ほら。見えた？で、こっち橋崩れてんね。見た？望月。ドゥーンじゃない。なんだこれは。佐久間しっかり。ナイジェン、どうして外れないんだ。どう見てもこれはただのツタなのに。ん？ツタ？あ、そうなの？ツタ。蛇に見えてただけってこと？まるで石みたい。あ、うう、佐久間ちゃん。佐久間、助けに来たぞ。しっかりしろ。ああ、お姉さんと望月巡査。もう大丈夫。助けに来たよ。だから頑張って。ありがとう。あ、佐久間ちゃん、こっから出してあげるからね。何をしてんのそれ。二人になった意味はね、それ。ダメだ、外せない。どうして？このままじゃ。ん？どうした、望月？ん？君は下がってて。ん？何してんの？撃ったの？もしかして。拳銃ですか？銃で撃ったのに、どうして傷一つつかないんだ。危ないこと。あ？あれ？あ、なんかそんな剣持ってたね、菅くん。菅さん、なんだと、菅くんが来たのか。その日本刀は夜光刀ですか。君が怒っているのはわかるが、今は先に佐久間を助けたい。協力してくれないか。菅くん。うん。すごい音したけど。切れるよね。ツタを切った瞬間、何かの悲鳴が聞こえたような。はあ。佐久間ちゃん。このツタをそれで切ったのか。菅くん、それは模造刀だと聞いていたが。いや、その話は後にしよう。ありがとう、菅くん。助かった。模造刀と本物はある程度見分けつくと思うけどな。とにかく佐久間を連れて戻らないと。うん、意識はないが呼吸は落ち着いてるな。まったく心配かけさせて。よし、佐久間は俺が運ぶ。君たちも戻るぞ。ああ、これで動きやすくなった。ん？っていうか菅君はなんで下から来れたやろな。ああ、何？え、約束まだ果たしてない。あ、渡せお前の命渡せ。しおりくん、どうしたんだ。あの先に行ってください。あら、声が。おや、いやだ。あらら。あら、消えた。今までで一番エフェクトあった気がしたけど。ああ。
うん、どこ？ここどこ？ここは？あれ？望月ちゃん。あっちは湖の釣りのおっさん？何ですかここは。ん？やぶ医者。で、ここはどこ？みんなは私どうして？何も思い出せない。とにかく歩き回ってみよう。歩き回ってみようって。あ、実家にある古時計。しかしかなり歪んでパーツもなく動かなくなっている。時計なのかすらもわからなくなりそう。んー、なんだろう。こっちはなんもない。やぶ医者。おい、やぶ医者、お前さんはどこの子じゃ。ふむ、診察してやろうにも名前がわからんのか。神崎しおりです。んー、参ったのう。ん？おや、君は誰だ？なんだって、自分の名前もわからないのか？さすがに名字と名前くらいは教えてもらわないとな。いや。名前と、え？名字と名前わからんって言ってた子供いたらほったらかすの？よくない、警察官。全然頼りにならない。浅川村には俺の尊敬する釣りの師匠がいたんだ。なんと、その人は小学生にして、浅川湖の主を釣ったのさ。夏休みの宿題もやらずにだぞ。なんていうか、ロックな釣り魂だよな。おがみさんもやってたらしいし、まさに神だよ。釣り神様だよ。あれ？なんだか君から、俺の師匠と同じ雰囲気がするな。もしかして君は、師匠の娘さんなのかい？はい。やっぱり、老いなる魂は受け継がれているんだね。よう、そんな雰囲気。感じ取ってくれたね。じゃあ君は神崎さんだね。ぜひ君にも伝説の釣り名人になってほしいな。これで神崎ってことが分かりましたよってこと。神崎です。ん、神崎、そうか、お前さんは神崎慶一郎の孫か。おてんばでいつも切り傷を作っていた元気な女の子じゃったわ。あ、風邪もひかんくらい元気での。あの坊主とは正反対。あの坊主。ん？お、ここはちょっと違うけど資料館に似てる。懐かしい。なんだろう、外の方で物音がする。なんか子供パート入ってきましたけど、みっちゃんとはまたちょっと別なんかな。昔自分がここにいたっていうことなんかな。これぐらいの子供やったらもう記憶あると思うんですけど。どうなんでしょう。じゃあちょっとまた回想パートみたいな入ってるっぽいので、このいい音楽のところはまた次回プレイしていきたいと思います。霧雨が降る森、どれぐらいまで進んできてるんでしょう。それではまた、よろしくどうぞ。